どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、ロゴ物を着てても、着こなせてる人と、服に着られてしまう人の違いは何でしょうかああまあ、これは僕は、ロゴの代償に関わらず、着てる本人の、まあ、持つ魅力とか、まあ、かっこよく言うと、パワーみたいなところかなとは、思いますね。例えば、バレンシアがドン って書かれてて、まあその着てる本人が、うん、言い方悪いけどまあ大したことない場合は、ここが出るじゃん。一番強くね。でも、例えば結構ヒップホップのアーティスト、ラッパーとかって多いんだけど、まあ、じゃらじゃら何やってもロゴものがっつりやっても、本人がもうインパクトあってさ、そっちがなんか強く出てくるから、そのロゴたちがなんかこう、おまけというか、こうなんかこう、順番で言うと一番最初にその人間が入ってきて、 この人の髪型とか、なんか例えば、あの、歯にキラキラ入れてたりとか、なんかいろんなことタトゥーやってたりとか、インパクトがあって、次にロゴが来てたりするから、 なんかその服に着られてる感ってないんだよね。そう、着てやってるんだろうな、この人みたいな感じになるんだけど。やっぱ本人のパワーが弱かったりすると、どうしてもそのロゴが強く出ちゃうことがあったりするから、まあそこは一つ重要だとは思うのね。例えばこれはヘアスタイルとか、まあいろんな、例えばそれが持ってる、まあ例えばバッグだったりとか、じゃあつけてるアクセサリーとか、まあもちろんなんかこうもう人間そのものの生まれてきた時に持ってる雰囲気とかっていうのもあったりすると思うんだけど、 やっぱそういうのからこう感じる何かみたいなのがパワーがあるとロゴノになんていうのかなそんなにインパクトが目がいかないみたいなのはあると思う。まあ、あとはもう本当にスタイリング的なところで言うとロゴものを入れてることがこうやっぱ遊びというか。うん、この人本当にまあ服好きしかこれはわかんないと思うけどもう靴とかパンツの丈とか見てこの人明らかにわかってると。この人明らかにファッションをわかってるのにこれあえてロゴ入れてるわみたいな。 そういうのが出てる人って、ごくまれにいるじゃないですか。多分皆さんもね、なんとなく感じたことあると思うんだけど、別にシンプル。で、なんともないんだけど、この人、あえてやってんなこれっていう。僕のね、友人にそういうのがめちゃくちゃうまい友達がいるんですけど、同い年で、すごいキャシャーなね、あの、男の友達なんだけど、 まあ本当にぶっ飛んだようなアニメの T シャツとか、あのそういうの適当にボンって入れるんだけど、それがこう、あえて感が出るというか、そう、ただただそういうのにこう飛びついてる。じゃあまあ、プラダのロゴの T シャツとかさ、例えばバレンシアガとか、そういうのも着たりするんだけど、 それがね、なんかこの感じはわざとやってんな、みたいな。それロゴで遊んでるっしょ、みたいな。なんかそれを感じさせるような細かいテクニックがいろんなところに隠れてる人は、ロゴ物を着たとしてもそこに目がいかないっていうのも一つあるんかなっていうのは、まあ思う。結構これざっくり論だからすごい難しいかもしれないけど。まあなんとなく人かスタイリングの細かさ、うん、うまさみたいなところなのかなっていうのは、 思いますね。はい。次。えー、ステバンクックの革靴買いました。スクエア2用のシューレース買った方がいいですよね。スクエア2用のシューレースってあんのこれ僕わかんないかも。売っているスクエア2用のシューレース。 おお、革靴って普通にあの、まあ、もちろん、あの、フラットか丸かとか、あの、シューレースの先がどういう、例えば金具なのか、なんかプラスチックみたいなのでペリペリなのかとか、まあ、いろんなそういう種類はあって、好みだったりはあるけど、サイズって基本やっぱあの、穴の数じゃん、シューホールの、あの、アイレットのね、穴が開いた数が何個かでセンチで決めるから、スクエアトゥー用のシューレースってどういうことなんだろう ちょっとスクエアトゥー用のシューレースっていうのが僕わかんないかも。はい。ちょっと初めて聞きました。はい。もし知ってる方いたら教えてください。はい。次。次、革靴のラスト重視で選んでたけど自分の足をスキャンして 3D プリンターでインソール作れる時代が来たらどうしようと震えてます。でも実はこういう技術革新によって既存文化が破壊されるの僕は好き。あー、なるほどね。まあなんかもうすでにありそうだけどね。 うん、まあ、まだ完全にフィットするっていうところまではいってないのかもしれないけど、まあ今 3D プリンターでシューズがあるじゃないですか。まあディオールとかもね、やったりしたけど、結構他のブランドとかでも 3D プリンターでみたいなのってあるから、もう近いんじゃないかなとは、まあ思いますが、まあこういう技術革新で確かに、まあ難しいとこですよね。まあこれまでのその、まあ本当文化っていう言葉はぴったりだけど、そうやって芸術とか文化の範囲っていうのが、 まあ壊れてしまうことへのちょっとなというまあ思いと、でも逆にこれが生まれることで、また新しい何かが生まれたりするっていう、まあそのワクワクとか期待みたいなところって本当半々だから、まあ気持ちはものすごくわかりますね。まあ革靴の木型は、でもまあ 3D プリンターでインソール自分なしでぴったり作れるとしても、まあシューズの木型って大事は大事じゃん。 結局ね、まあ、インソールってもちろんそれね、あの、コントロールできたら最高ですけど、まあ、言っても着型は重要は重要だと思うんで、うん、まあ、面白そうだね、これね、3D プリンターでインソール作れるとか、自分の足に完全にフィットするっていうね、それはもう最高だと思うし。 確かにね。まあでも今後こういうのって増えていくんでしょうね。うん。まあ今ね、ファッションデザイナーなんかも AI でなんとかなんとかとかよく言われますけど、なんか今までのその芸術的な仕事、うん、文化とも呼べるような仕事が、今後ちょっとなくなっていくような、あの、まあもう未来じゃなくなってるような気もするので、うーん、複雑なところですね。これね、はい。次。えー、幼児のブランドレーベル多すぎ問題あり、なし。 あ問題はあると思うよ。僕はね。僕個人的に言えば、もうやりすぎだとは思うの。正直。で、もう何をどっから出してるかもよくわからないし、あの、新しく作ったワイルドサイドとかもなんか、よくわかんないこととか変なコラボとかやってるけど、まあでも、幼児のそのファン、幼児を支えてる人たちが、結構僕もその動画をね、いくつか、 出したじゃないですか、幼児の。確か、多分なんかレーベルに関してのこととかも、ちょこちょこ言ったような、ワイルドサイドかな大使、うん、のこととか言った時に、まあ、でも、その、プールオームとか、その、いわゆるメインのラインがしっかりとしてればそれでいいと。あの、山本一さんにお金が入って、まあ、幼児山本という会社にお金が入って、あの、それでじゃあプールオームとか、そのメインのコレクションが、もっともっと力入れれるんだったらもうそれでいいと。いう、まあ、一種も本当宗教じゃないけど、そういうような世界っていうのが、 まああると思うので、まあギャルソンはね、ほんとうまくやってるんですよ。ギャルソンは LINE とかいろんなの作りながらプレイとかもやってるけど、全部の作り方がうまいと思うの。幼児はちょっと乱列しすぎてて、意味わからなくなってるところは正直課題として、課題というか問題点としては僕はあるとは思うんだけど、あるとは思うけど、でもファンがもうそれでいいって言ってるんだったらもうそれでいいんじゃねえかっていう、僕は思ってる。うん。まあ全員個人的な意見だと思うんだけど、まあ、 問題がありと感じる自分もいるし、正直ね。問題というか、何をやってるかよくわかんないっていうのもあるんだけど、まあでもそれでプールオームがいいコレクションを毎年アップデートできてやってるんだったら、まあ確かにそれはそれでいいかっていうふうにも、まあ思いますよね。はい。次。えー、ラグジュアリーブランドの受注会限定のアイテムってあるんですかあー、まあなくはないっていうのが答えかな。うん、基本的にその受注会だけでっていうのは、 あの最初からは作ってないんだよ。ほとんどね。そう、ほとんどないんだけど。でも、もう日本で受注できる、買い付けできる数が、じゃあ3つしかない。で、今回結構メイン級で出てきたアイテム。で、そうなってくると、やっぱ顧客の方たちで要望が多かったら、まあオーダーが入ってしまう。受注ってやっぱオーダーを付ける回なので、そのオーダーがたくさん入ってしまったら、もう、これは一般に店頭に出ないと。 いう扱いになる。だからそれが、旗から見ると、受注会行った人しかオーダーつけれなかったアイテム、受注会で終わってしまったアイテム、みたいな扱いにはなる。だから、そのアイテムが出来上がって、買い付けのね、そのバイイングの資料とか来た時に、あの、それが受注会オンリーとかって書かれてるわけじゃないんだよ。国はあるよ。ジャパンオンリーとか、US オンリーとか、あの、その、本国だけとか、本国の、あの、パリのメインのブティックでしか売らないとか、そういうのはあったりするけど、受注会だけで売ってください、みたいなのは、基本はないから、ただそれが数が少ない。 すすぎぎてて逆ににそれに人気が集まりすぎて受注会で終わっっちゃったみたいな特にまあシューズとかだと再販されたりするけど例えばメインのコートとか結構手が込んだコレクションピースみたいなのとかはそもそも数があんまりないから受注会で終わっちゃうことも多々ある、うん、まあだから受注会限定と、まあ、言えなくもないけどっていう感じかなうんまあそんな感じですねはい次 えー、K、さんお直しはクリーニング店にこだわりはありますか信頼できるお店じゃないと怖くって。ああ、まあこれね、よく、まあ僕も質問に受けて僕はあんまり答えてないんですけど、まあ、というのも、まあこれはでも答えないんだけど、僕その、いわゆる結構ファッション系とかに、まあその業者相手に、本当はね、あの法人相手にこうクリーニングをしてるような、あの、まあお店お店というか会社さんの、 知り合いの方が、えっと、元々いたラグジュアリーのお客さんでもめちゃくちゃ仲良くって、まただのほんと親父なんだけど、すごいパイプ持ってて、その人が、その、クリーニング今度今日、そういえば取りに行かなきゃいけないんだ、みたいな言ってて、え、どこに出してるんですかって言ったら、どことこって、いや、それ僕聞いたことないな、どういうとこなんですかって言ったら、これね、個人でやってないんだよ、って言われて、法人でやってるから、うちもね、一応会社で契約みたいな体でやってるんだよね、って言われて、 聞いたら結構良くって。で、結構良い,いブランド。もちろんそういうお客さんだから良い,いブランド出してるんだけど、結構状態が良い,いし、早いし、いや、良い,いよ、みたいなこと言ってたんで、うわ、僕もそんなとこ良い,いなみたいなことを言ってたら、あの、たまたま紹介してくれて、そう、だからそこでやってるから、あの、ちょっと、裏ルートみたいなところで出してるんだけど、まあ、こだわりはめちゃくちゃあります。まあでも、白洋車とかの、ああいうラグジュアリーなのやれるラインとかで出してれば、 まあ問題はない気はするけどね。特別いいやつが。まあ本当にベーシックなコットンのアイテムとかは、まあ言う。 でも、まあ、そんなにそんなに、普通の何、何クリーニング屋の、例えばちょっといいランクのやつとかで出せば問題ないと思うんだけど、まあ、特別なのとかは、白用車とかそういうのがいいのかな、とかは、思い、まぁ、あ、飛びっきり汚れてしまった、もうめちゃくちゃやっちゃったとかだったら、レジュイールとか、ああいうのに出して、まあ一着染み抜きで1万円くらいしたりするけど、新品みたいになって戻ってくるんで、汚れたとかだったら、レジュイールがいいですけど、定期的なのとかは、まあそういう白用、白用車が一番いいのかな、うん、とかは、まあ思いますけどね。 うん、まあ僕はちょっとその別なとこでいつもお世話になってるっていう感じですね。はい。次。えー、家を出るまでは気に入ってたコーディを外で見るとなんか気に食わなくなる。すっげえわかるなうん。まあ、でも、これね、僕はね、もうここ最近なくなった。うん。僕、その、やっぱファッションに対してルーズになってきてるというか、別になんかスタイリングがルーズになってるかというと、うん、まあそんなところもあったりするけど、 まあなんかこう別にそういうわけでもないのね。こだわってるところはこだわってるし。なんだけど、なんかもう、うーん、外に出たら外に出た格好でいいやってなってる。なんか、あんまり自分のその生活においてね、まあ、 ま、休みの日とかだとちょっと別かもしんないけど、なんかいろいろ、じゃあ、例えば今とかも、ま、ちょっと今後、あの、またできたら発表する予定なんだけど、ちょっとま、制作系でちょっと作ってるものがあって、それを作ってたりとか、じゃあラジオとか、ま、ラジオもね、あの、今度スペシャルゲストが来るんで、本当に、あの、マジのラグジュアリーブランドのアンバサダーが来るんで、あの、ぜひ皆さんに聞いてほしいんだけど、ま、そういう人とかじゃあ打ち合わせや撮影だとかってなってる時とかは、なんかもう、なんて言うかな、 多分昔だったら気に食わなくてこの格好では多分出てないんだけど、もうなんか、その日はそれを着たらもう自分みたいな感じで受け入れちゃってることが多くって、なんか最近はま外に出て気になるってことはあんまりなくなったかな。まあ気になる時はあるんだけどね、その、うわ、なんかこのパンツちょっとなんか、うーん、みたいなのは思うけど、まあ別に今日はこれでもういいや、みたいな方が多いかも。ただ学生の時とかはもう帰ってたね。 うん。ほんと、僕前、ラジオとかでもちょこちょこ言ってたけど、あの、近くの、じゃあ駅まで行く、じゃあ歩いてる時になんか違和感、うん、なんか、うんー、うんー、んみたいに、なんか段階がストレスが5、レベル5ぐらいまで来ると、あ、もう家帰るわ、って言って、家帰って着替えて学校遅刻していくみたいな、それぐらい神経質、神経質だった時もあったんで、まあ気持ちはすげえわかりますね。僕は今だから、気持ち余裕が出たんでしょうね、心に。うん、まあ別に、 まあまあまあ、ちょっと微妙なバランスでも、まあ、いっか、みたいな、になってる時が結構あるから、そういう意味では、ちょっとルーズになったなと思うけど、若いうちはすげえわかりますね。はい。じゃあ今日こんなところで以上にします。ちょっと短いかもしれませんが、はい、お許しください。バイバイ。